で会社の中で出世する方法も同じでして、自分のことを考える必要は基本的にないんです。だから基本的には会社の発展と、それから会社を通じて働く仕事ですね、の結果お客様たちですね、その会社に接する人たちが、どれほど幸福になってくれるか、喜んでくれるかということをいつも念頭において仕事をしておれば、自然に地位も収入も与えられるようになってくるんです。